はい、ゆきなです。久々にね、今日は武士道ですね。何年ぶりでもない ね、出た当時買って、動画として武士道は使うのは初めてかな、ね。今日はね、武士道でも RDTA、ね、武士道プラス、残念ながらね、こういう状態で届きました。こういう状態、ね、箱もなんもないです。では開けてみます。武士道プラスですね。で、これはポストデッキのこう上のやつですね。とオーリングニコニコ少ないね。で、これが本体。あとはホコリも入ってません。にゃん。このコイルはね、別なんで、これとこれだけ。他何も入ってないです。ではね、何だこれ、チョコレートみたいだね。なんかすごくね、これ。こんな感じですね。ここは固定式ですね。ねえ、武士道プラス。こんな感じです。昔のはね、ここがね、パカンってこう開いたんですけど、これは開かないかな。武士道プラスですね。昔のここがね、開いたんですよ、ポンって、ね。動画として武士道初めてになります。ではね、ちょっとね。どんななってるんでしょうか。なるほどね、コットンはここからかな、ね、このピンは調整できるなんていうんだね、これね。なんか不思議ですね。エアホールね、まあじゃあちょっと組んでみるしかないですね。ちょっとバラしてみましょう。これ外れるのかな。これは25ミリかな。25ミリですね。25ミリ。ちょっと深いね、これ。これは元によってはちょっときついかな、これね。こういうタイプだとどうだろう。かなり深いですね。やっぱ25あるかな、外径ね、はい。どうなってんだろうな、これ上取れるのか。おっ、硬い。
るほど。この予備ですね。2デッキ、ね、2ポストですね。これは昔と変わってないですね。これがこうギュッと締まってコイルを固定するっていうタイプね。ここのところでね。こんな感じですね。エアフローはこれエアフローはどうなってんだろうね。はったいね。これエアフロー調整できるのだろうか。動かないですね。小屋の通り道ですね。小屋の通り道、このところからね。エアフロー調整はないと考えていいと思われますね。ねえ、武士道ね、取れちゃった。まあ実際コイル入れてみましょうか。でね、カンタル抵抗値高めになってます、ね、これ2本ね。高さがもうクソもないんでね、これ斜めですね。とりあえず今つきました。これドリップキャップは外れないみたいですね。ではね、なんつったらいいんだろう。ちゃんと止まったかな、ね、
ちょっとずる感があります。50ね、まあ、アンペア数はかなりいっちゃいますね、これね、10アンペアぐらいいっちゃうね。熱を持ちます、相当ね。まあ30ぐらいで吸うのが無難なのかな、ね、もう熱持ったまんま冷めないですね、これね。あっち、これはね、どなんだろう、まあコイル変えてちょっといろいろやってみないと何とも言えないとこですけどね、これね。すごいですよ、もう熱持っちゃって熱々、あ、取れた、熱いことでね、やっと取れました。なんだろう、なんとも言えないですね、これ。ちょっとまあいろいろやってみないとわかんないですが、ハズレかな。まあ、いつか機会があったらやってみます。まあ、今回のこれは、ちょっとまあ、コイル、変えてやってみるかどうか、まあ、変わりませんね。とりあえずやってみたっていう感じですかね、武士道。昔もちょっといいような気がしたんだけどな。武士道プラスね。RDTA ね、化された2ミリだったかな。まあこれかなり低めで味で楽しむパターンかな、爆炎というよりはね。でこれね、加熱します、相当なので、冷めません、熱がね。そんなとこでした。ちょっとこれはまた、まあ、次回いつかね、その気が起きた時にやってみたいと思います。ちなみにね、25ワットでね、7アンペアですね、 0.5 オム、はい。にしても熱、もう熱々、これはね、やるならカンタルじゃないですかね。はい、武士道でした。以上、これはペケ。